イマリケーブルテレビジョン株式会社は、佐賀県イマリ市の大部分をエリアとするケーブルテレビ局である。昭和の大合併の段階ですでに広大な地域を抱えたイマリは、佐賀県の西の端にあって、VHF テレビの中継局からも遠く、地形の要因で UHF 破解禁前は、テレビジョン放送を見られないという地区も少なくなかった。そこで、 NHK 熊本放送局の八幡岳の佐賀局の FM 親局中継局解説を機に地元経済界が中心となって協調施設を市内に張り巡らせようという動きが起こったのがこの会社の源流である。やがて自主放送を始め1980年に生活共同組合へ組織変更した昭和末期から平成にかけて都市型ケーブルテレビが全国に広がると 企業として事業を行う必要に迫られた。そこで平成時代に入り、成協の事業の受け皿としてこの会社が設立され、放送を開始した。現在のエリアは、再開テレビがカバーする山城地区を除く、市内の大半となっている。デジタル放送については、佐賀デジタルネットワーク設立に参加し、そこから供給されている。なお、アナログ放送のサービスについては、 定派に伴い完全終了し、初位、い、デジアナ変換は言っていない。相性は、従前テレビ事業が、シティテレビイマリ、通信回線事業が、八亀目となっていたものを、2011年に、あいえ、一斉変更した。なお、愛媛県の民放愛テレビとは、当然何の関係もない。1966年2月イマリ優先テレビの、建設準備委員会結成。 秋以降順次協調施設を建設し、事業開始1973年5月自主放送番組、開始1980年1月県の認可を受け、今里由線テレビ生活共同組合に組織変更1985年1月、大川内山協調組合を、合併1989年7月年型、ケーブルテレビ以降への受け皿として、現外者設立。後に、 市も出資し、第3セクターとなる1990年2月生活共同組合から、業務を引き継ぎ2004年4月佐が、デジタルネットワーク設立に参加し、回線接続2006年12月1日県域放送と、TVQ 九州放送の地上デジタル放送、再送信開始2006年12月27日、九州朝日放送、RKB 毎日放送、 福岡放送の地上デジタル放送、再送新開始山城町、東山大町を除く伊万里市内エリア内加入率は非常に高く95%を超えている。AB 伊万里ケーブルテレビジョン株式会社第31期決算広告、一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟による会社紹介。ここで会員各社ごとにデジアナ変換の実施可否が示されている。 ありがとうございます。